皆さんこんにちは。こんにちは。今まではいろんな走行抵抗の話をしてきたけど、今回は番外編、加速抵抗編です。軽くて抵抗が小さくて出力が高ければ加速が速いのは当たり前だと思うけど、今回はその関係をはっきりさせていきましょう。回転体の影響についても扱います。お品書きはこんな感じ。今までのお話よりずっと基礎的な物理だけど、思ったより奥が深いかもしれませんよ。では始めます。物理の最も基本的な法則にニュートンの運動方程式というのがあります。質量と加速度をかけると力と等しいという式です。加速度が力に比例して質量に反比例するって形に変形した方が直感的かもしれません。軽いものに強い力を加えれば速く加速するってことです。今までは走行中にかかる抵抗力のお話をしていましたね。この抵抗力と同じだけの推進力を加えていれば加速度はゼロ、その速度を維持できるわけです。抵抗より大きい力を加えていれば加速する、小さければ減速していきます。この力の差をその物体の質量で割れば加速度になるわけです。でも今までの動画では抵抗も推進も力ではなくてパワー、つまりワットで扱っていました。力こそパワーではない。パワメとかで見れるのもパワーだけですからね。力に変換する必要があるときはパワーをその時の速度で割ってください。速度は秒速に変換してくださいね。ワットをメートル毎秒で割ればニュートンです。例えば200ワットの出力で時速 20km、 秒速なら 5.6m で走行しているとします。この時の推進力は 200÷5.6 で約 36N。 重さで言えば 3.7kg 相当くらい。意外と小さいよね。一方で抵抗力だけど平地の場合をグラフから読み取ると大体 45W です。これも力に直すと 45÷5.6 で約 8N、差し引き 28N が加速に使われることになります。重さで言えば 2.9kg 相当。最初にワット数の差を取ってから速度で割ってもいいです。同じ結果になります。人間込みの質量が 70kg だとすると、この瞬間の加速度は 28÷70 で 0.4m/秒/秒となります。と言われても全然ピンとこないと思います。参考に、自由落下の加速度は 9.8m/秒/秒です。これが 1G と言われている加速度です。先ほどの 0.4m/秒/秒はこれの大体 4% くらいです。 0.04G と言い換えてもいいです。これはあくまでこの瞬間の加速度で、実際は少しでも加速すると抵抗力も推進力も変化します。なので実際70kg の物体を 200W でゼロから加速させるとこのグラフのようになります。このグラフ作成はいつものスプレッドシートだとちょっと辛いので、AI君に条件を指定して作ってもらいました。便利ですね。最初に勢いよく加速して、だんだん緩やかな速度上昇となり、60秒ほどで最高速に達します。おそらく皆さんの直感と一致すると思います。これだけなら動画にするほどでもないんだけど、厳密にやりたい場合は回転体の影響を考慮する必要があります。タイヤとホイールを回転させるのもただじゃないですからね。ちょっと回転体の扱いについて考えてみましょう。回転といっても噛み砕いていけば、まっすぐ進んでいる状態と考え方に大差はありません。進んでいる方向がまっすぐか円周上下の違いだけです。簡単にするために、質量のすべてが外周部に集中している架空のホイールを考えてみましょう。タイヤもついてるって思っといてね。このホイールをメンテ台の上で時速 30km 走行の時と同じ速さで回転させたとします。この時回転数は直径によりますが、外周部の速さは絶対に時速 30km になりますね。そりゃ時速 30km で走っているって設定だからね。さっき言った通り、
質量は外周部に全て集中してるってことにしてるから、このホイールの質量は全て時速 30km で移動しているってことになります。だからこのホイールが持つエネルギーは、同じ重さの回転しない物体が時速 30km で進んでいるときと同じなんです。もちろん実際の走行中なら回転と前進移動が同時に起きています。だから回転しながら前進している物体は、回転しないで前進している物体の2倍のエネルギーを持っていることになります。今はエネルギーの話にしちゃったけど、エネルギーって加えた力の大きさと移動した距離の掛け算です。だからこの回転体を回転していない物体と同じように移動させるには2倍の力が必要ってことになります。同じ時間で同じ速度にしたいなら2倍の力が必要、逆に同じ力しか出せないなら加速が半分になるってことです。回転していない物体と比べて、この加減速の挙動は質量が2倍の物体とほぼ同じです。もちろん実際は全ての質量が外周にあるわけないので、最大で2倍、実際はそれより小さいです。回転体の質量をあらかじめこの倍率をかけて置き換えておくと便利です。これを透過質量って呼ぶことがあります。正確に何倍で置き換えるべきか知りたい場合は、以前の動画でやったように慣性モーメントを測定して、それを半 t の2乗で割る必要があります。でもざっくりなら 1.7 倍くらいと思っていいかと思います。ホイールに使っている部品の重量がわかるなら、計算してある程度の精度の数字を出すことも可能ですね。部品重量から慣性モーメントを計算して透過質量を導く過程は黒板に書いておくから、興味のある人は一時停止してみてみてね。ところでホイールの軽量化は他の部品の軽量化より効果があるという主張はよくされています。めちゃ強気な主張だと10倍以上とか言ってることもありますね。でもここまでの結果から加減速への影響を考えるなら 1.7 倍くらいが妥当でしょうね。なので例えば車両質量が同じ 8kg でも、ホイール関係が 2kg なら透過質量 9.4kg くらい、ホイール関係が 3kg なら透過質量 10.1kg くらい、前者の方が 0.7kg 分加速が良いということになります。またタイヤ、チューブ、リムの軽量化なら外周部に近いのでほぼ2倍にして換算していいと思います。特に軽量なタイヤとチューブは転がり抵抗も低い傾向があるので、合わせてかなりの変化が体感できるかなと思います。自転車の本体はホイールという主張もありますが、アース的にはタイヤが本体ですね。過激派。あとあくまで透過質量は加減速の計算にのみ使います。坂道で受ける重力による抵抗には関係ないから注意してくださいね。ではここからは透過質量を変えた時にどれくらい加速に差が出るかをいろいろ計算してみましょう。自転車の透過質量は 7kg から 1kg 刻みで 12kg まで、ライダーの体重は 60kg に統一して一気にプロットしてみましょう。透過質量 7kg は合計質量で言えば 6kg 前半の超軽量バイクになるかと思います。出力は 200W、最初の1秒かけて0から 200W に出力を増加させています。みんな同じじゃない。結局ライダーの重さが支配的だから、グラフでパッと見で分かるほどの差は出ません。平地設定なので最高速度はみんなほぼ同じになります。最高速までの過程で差が出ています。 200W で時速 35km 以上はかなり速いわね。そこら辺は空気抵抗をどう設定するか次第ですね。深い意味はないのであまり絶対値は気にしないでください。グラフだと何ともわからないので、10秒後、20秒後、最高速度を一覧にしてみました。うん、まだちょっとわかりにくいですね。今度はそれぞれのバイクが 100m、200m 進んだ時のタイムを表にしてみました。 100m 走、200m 走ね。これが一番わかりやすいかしら。合わせて 100m、200m の地点で先頭とどれくらい差が開いているかも記載しました。透過質量 7kg のバイクと 10kg のバイクを比較すると、100m 時点で 0.2 秒、
200m 時点では 0.3 秒の差があります。距離にすると 100m 時点で 1.9 メートル差ですね。だいたいロードバイク1台分ね。 200m 時点だと 3.2 メートルです。これは 200W での計算結果ですが、実は出力を変えてもこの距離の差はほとんど変わりません。例えば 800W で計算すると 100m で 1.8 メートル、 200m で3メートルで 200W の時とほぼ同じです。もちろん速度が上がっているのでタイム差自体は小さくなりますけどね。この理由、うまい説明ができないのですが、エネルギー的に計算するとそうなります。ちょっと面白いですね。なお 200W の時の 7kg と 10kg の差を出力で補おうとすると 3W くらい余分にパワーを出す必要があります。これは意外と小さく感じますね。ちなみにこれらの計算はタイヤの転がり抵抗ピースを 0.004 としてやっています。これは普通のロードバイク用タイヤくらいです。これを転がり抵抗ピース 0.002 の高級タイヤにすると加速中平均 10W くらい節約できます。これは等価重量 7kg のバイクに転がり抵抗ピース 0.004 のタイヤを履かせたものと、等価重量 10kg のバイクに転がり抵抗ピース 0.002 のタイヤを履かせた場合の比較です。 100m くらいまでは互角ですが、その後の加速ももちろん最高速も 10kg の方が速いです。100万のバイクに普通のタイヤより、20万のバイクに最高級タイヤの方がだいたい速いのです。またタイヤが本体論か。さて、例によって足はこの差の評価はしません。結局皆さんがどういう目的で使っているかによるかと思います。ここまで加速についてしかお話ししてないから、減速について補足すると、減速はマイナスの加速なので基本的に全く同じです。軽いと減速しやすく、重いと減速しにくいです。なので理屈上では重い方が加速時に余分に払ったエネルギーは減速時に回収できます。走行中の細かい加減速は実際それで帳尻が合うので、重くても軽くてもほとんど優越がありません。一応重い方は転がり抵抗が増えたりするわね。ただブレーキを使った減速をするとエネルギーを捨てることになるので、結局軽い方が有利になります。最後に 10kg くらい大胆に重くしたデータを見てみましょう。これくらい重いと露骨に遅くなりますね。 100m 時点で 6m も離されています。ちなみに重い方が軽い方に加速でついていくために必要な追加パワーは 15W 程度です。では今回のまとめです。自転車の加速度はその時の抵抗力と推進力の差分で決まります。加速度は基本的に質量と反比例しますが、回転体の影響を考慮した等価質量という考え方を導入すると便利でした。回転体の等価質量は最大で2倍ですが、現実的には 1.7 倍程度が妥当そうでした。ホイールの重量増減の影響度は他の 1.7 倍程度大きいってことね。数キログラムの増加では1回の加速でコンマ数秒、数メートルの差が生じるようでした。この差が勝敗を分ける人もいれば、どうでもいい人もいるでしょうね。では、今回の動画はこれでおしまいです。今回は関連動画をショートで上げてみようと思うので、よければそっちも見てください。あと、この動画を気に入ってくれた人はチャンネル登録や高評価をしてくれると嬉しいです。コメントや X のフォローもよろしくね。それじゃ、バイバイ。バイバイ。